お待たせ。福岡ソフトバンクホークス対ゲッツー崩れでランナー残りました。初球は何で来るか。ファウルになります。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。インコースまっすぐ。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここもファウルです。引っ張った。サード取った。送球する。アウト。ツーアウト。ツーアウト。2番バッター山田。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。きっちり盗塁を決めてきました。まあこの足ですからね、簡単には止められないでしょうね。次が2球目。打った。ライナー抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。打順は5番坂本。デッドボールのランナーが出ています。しっかり捉えた。抜けていった。ファーストランナーセカンドがまず蹴った。バッターランナーは二塁到達。ホークスピン。ソフトバンクホークス